まあ、今シーズンの初めの試合ということで、まあ、チームとしても緩みなく入るっていうのが、まあ、ずっと言ってたことなんで、まあ、そこに関してはまあ4対0でしっかり勝つってことができたんで、まあ、チームとしては良かったと思います。まあ、1-0 でリードしてたんですけど、やっぱり引くことなく、まあ、攻撃に出ていくことでまあ相手に優勢に進めないさせないってことを、まあ、監督に言われて、まあ、それをまあしっかり前線からまあプレッシャーかけることで、まあ、得点につながっていったかなと思います。去年のメンバー、まあ、匠さんだったりそのプロに行ったメンバーまあ、中心選手が抜けたっていうのもあるんですけど、まあ、去年のインカレで出てた選手たちも、まあ、多く残ってるんで、まあ、その基準を落とすことなく、まあ、さらに上乗せしていくっていうのをずっとチーム主導の時から言われているんで、まあ、そこを、まあ、もう少し出していけたらなっていうその球際のところだったり強さを出していけたらなと思います。まあ、去年同じところで9-3台負けてるんで、まあ、どこが来るかわからないですけど、まあ、しっかり勝っていきたいと思います。今シーズン最初のゲームだったので、まあ、勝てて、まあ、ほっとしてます。まあ、結果的には4-0だったんですけど、まあ、一番良かったのはフォワード陣が点を取れたことが一番良かったんじゃないかなと思います。まあ、全員で守備してそこから攻撃参加できるっていう部分が多分自分たちの強みなんで、それが今日できたんじゃないかなと思います。まあ、昨年インカレベスト8という結果で終わってるんで、その結果をまず超えるために、まあ今日からまあ、少し積み上げていきたいなと思っています。最終的にはギラバンツに勝って、まあ、天皇杯出ることが目標なので、しっかり次勝って、まあ、ギラバンツと戦えるようにしっかり頑張っていきたいなと思います。まあ、苦しい試合だったりそういうのは続くと思うんですけど、まあ、しっかり全員で乗り越えて、まあ、結果を出していければいいなと思っています。まず試合の入りでまだシュートを打ててなかったんで、思い切ってまず振り切るっていうことを意識して打った結果が、ああやっていいコースに飛んでくれたと思います。公式戦初めてっていうのもあって、硬い試合っていうのが予想されてて、まあ、予測はできてたんですけど、その中で前半で1点取れたっていうのは、まあ、チームも楽になってて、それで後半入るところで、みんなでもう一回0対0の意識でやろうと、入りのところで相手に差をつけようっていうところで、いい時間帯に後半点が取れたっていうのはすごい良かったと思います。この部分で、孤立をしない、近い距離感やったら、失ってもすぐ切り替えれるとかいう部分があるので、今日はその距離感の部分はすごいみんな意識してやれてたんで、ずっと押し込めた時間帯とかもすごいいい形でボール運べて良かったと思います。そうですね、まず言われてるのが守備の部分、相手に余裕を与えない、ボール持ってる人に対して前を詰めるとか、そういう部分を練習から言われてるんで、そこを今日は全員が意識でしてやれてたっていうのがあったと思うんで、よかったと思います。スタート切れたと思います。去年が全然点取れてなかったんで、今年はいいスタートが切れたと思います。まず天皇杯に出る、もう本戦に出るということ、その前に、まあ準決勝があって J3 のギランバンツとやるっていうのがあるんで、そこでまず結果を残す、そこで勝って本戦に出るっていうのがまずチームとしての目標なんで、でジャイアントキリングをどん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 起こして副大旋風を巻き起こしていきたいなと思っています。全国優勝をみんなで成し遂げたいと思っています。個人的にはプロに進路をずっと目標にやってるんで、そこに向けてもしっかり個人としてもレベルアップしていきたいと思います。どんどん点取って、自分が試合を毎試合決めるつもりで毎試合臨んでいって、それで結果九州も優勝して全国も優勝できるようにしていきたいと思います。